大の里は右を指すことができれば、自分の相撲が取れると、絶対の自信を持っているようだ。小刀銭は胸から当たって、相手の上体を起こし、素早く右を指して、そのまま深くねじ込んだ。1m92181kg の大の里の丸太のような太い腕をねじ込まれると、1m89175kg の琴桜といえども、さすがに上体が浮いてしまう。左で上手を取ってはいたが、そのままぐいぐいと前に出てこられて、なすすべなく土俵を割った。大の里の強みは、上手にこだわらずに勝負を決められるところだ。右四つの力士であれば、右を指したら普通は左で上手を取りに行きたくなる。その方がより安全だからだ。しかし彼は右を指したら、それだけで十分。逆に組んで取る相撲をほとんど見たことがない。左で上手を取らなくても、押っつけることもできるし、半身のまま前に出てくるので、相手も敵が小さくなって反撃がしづらくなる。今場所は体を密着させながら寄る状態の使い方も良い。先場所はそれが流れたりすることもあり、琴桜に敗れたが、その不安定さが修正されている。ここに来て豊昇龍も良くなってはいるが、大の里が優勝に一番近い存在と言えるだろう。元大関、栃東。